今自動販売機の、モーションディスプレイ、これシングルですね。前に撮った、あれは携帯で撮ったんですけれども、ダブルで結構迫力あったんですけども、この自動販売機は1個だけ動いてます。He is the creator and sustainer of all the worlds, whether those worlds are known or unknown to mankind. Every 3 years, an ancient ritual takes place here. ちょっと見づらいかもしれませんけども、すごいでしょう。飛行機がですね、ちょうど頭の上だな。すごいね。どうですか。いやすごいね。いや空港の今近くなんですけどもね、今日は晴れてますよ。真っ青、雲一つない快晴です。私がどんな、ね、作業の仕方をしているかということの一つなんですけど、前にいくつかご紹介しましたけれどもね、例えばですね、メモをですねいただいたときに、私がそれをいろいろ再考してですね、こうしたらどうですかとかっていうことを、まあ、例えば電車の中でやったりするんですね。でこれ G メールに届いたメールの内容なんですけれども、こうやってキャプチャー、iPhone の中でねスナップショットを撮って画像にしておくんですね。この方が実は見るときに楽と言いますかね、まあ、ネットにつなぐ必要もありませんしね。でこういう状態にしておいて、これ G メールの内容です、届いた内容ですね、これを画像にしておくわけですね、 iPhone の中で。それで例えば、ブラッシュ、これペイントソフトなんですけどもね、これを使って、その Gmail の画面を、キャプチャーした、画像を呼び出して、ここでねいろいろこうアイデアを出していくんですね。メモを書き込んでいくわけです。で、これご存知の通り、まあ、エディットってやりますとね、ここにペンをねちょっとね細くしておきます。そして、まあ、今ちょっと片手なんでできないんですけど、ズームアップして書き込んでいくと相当ね、その指でやりますから限界はあるんですけれども、小さな文字もね結構書けるんですね。今細い線が書かれてると思いますけども、これはズームして書いてるわけです。だから慣れると、かなりそのペンで書く、通常のね紙に書くのにはとは比較できませんけれども、相当ね、慣れると使いやすいツールになりますね。これは私はスケッチツールって自分でアプリセットを呼んでるんですけれどもね。でこれでこれをですね、例えばここでこのフォトに追加する、要するに写真アプリに追加するっていうのを選びますと、ここでですね、横にちゃんとしておきますね。それでエクスポートってやると写真アプリに送られます。でもう実はちょっと送ってありますけれども、でそれからですねどうするかっていうことなんですけどね、先ほどの、いろいろアイデアをまとめたものが、まあ、送られてますよね。でこれをここで写真をメールっていうふうにやりまして、エバノートに送るんですね、ここから。で私はエバノートの、そのに、投稿するためのメールアドレスっていうのをちゃんとここに登録してありますからね、そこで呼び出して、この場で送るわけですね。で、送ったものがあります。エバノート、ちょっとね
面倒なようですけれども、実際やるともう数十秒の作業ですから、あっという間なんですけれどもね。でここでまあその、あのメモがね、いろいろありますけれども、ちょっとノートを、選びましょうか。あ、いいのかなこれで、まあ、専用のノートっていうのはたくさんありましてね、そのノートを選択するとその内容がまあ表示されるわけですけれども、ここで、あ、今ちょっとカメラ越しにですね、カメラの、ディスプレイを覗きながらの作業なのでね、例えばテキストタイポグラフィーっていう、まあ、タイトルがついたメールなのでね、メールのをショットですけども、画像になってますけどもね、でエヴァノートの中でサーチしますね。そうすると、あ、もうこれ出てきてるんですね。これ開きます。そうするとここに黄色くちょっとついてますよね。これがヒットしたってことなんです。今検索テキストって入れて、本当はタイポグラフィーって入れるとこれしか出てこないと思いますけれども、つまりこれ画像ですよね。画像認識で日本語は残念ながら認識してくれないんだけれども、こうテキストはちゃんと黄色くなってますよね。他のちょっと見てみましょうか。例えばそうですね、これがですから今ヒットした、検索してヒットした、エヴァノートの中の書類なんですけれども、あ、ヒットしてますよね。こういう形でテキストっていうのを探してもらったわけです、エヴァノートの中でね。で画像も対象になってるということで、ちょっとね、作業がいくつも、手順がね、いくつもあったような感じがすると思うんですが、実際はメール、Gメールで届いたものを、スリープとホームで、画像にしますね。で写真アプリに入ってるものを、このペイントソフトブラッシュっていうね、ここで、指でこう書いていくわけです。メモを追加していったり、ここはこうしたらどうですか。でその時に、ズームがね、非常にこう指で、2本指でやるんですけども、慣れるととても快適なんですね。でそれを写真アプリに転送して、このアプリから転送して、そして、写真アプリからエヴァノートに転送すると、結局はこの中でできればね、 iPhone の中でパソコンのようにファイルの移動が簡単できればいいんですけども、全部オンライン、つまり、まあ最近クラウドってね、ちょっとなかなかマーケティング用語になってきたんであんま言いづらいんですけれども、まあクラウドサービスを使ったアプリセットをね、アプリを組み合わせて、その外のマシンと連携して作業をやってるような感じなんです。ですからまあオンラインであることが前提なんですけれどもね、まあ、こういう使い方、まあ、いろんなアプリがありますけども、これらがアプリセットという言い方をしてますけども、複数のアプリを連携して使うことで、パソコンでやる作業とはちょっと違うけれども、外で、まあ、あのインターネットを使って作業するときの、まあ、効率的な作業の一つとして十分に機能しているということですね。This program is brought to you by Display DVD.